皆さんこんにちは、お邪魔します NCV です。私は今日3月にできたばかりの新しい音楽ホール、正規ホールの方にお邪魔しています。こちらのロビーに500号の大作の絵をお描きになりました黒沢五郎先生に今日はお話を聞いてまいります。黒沢先生こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。先生は川西町のご出身なんですよね。はい、そうです。どんな子供時代をお過ごしになったんですか？私は川西町堀金、現在老いが医者をやっております。それが私の生まれた実家でございまして、そこの五男として生まれました。それで五郎先生なわけですか？そうです。そうでしたか。先生はじゃあ小さい時から絵がお好きだったんですか？なんとなくね、絵は好きでした。そうですか。それで青春時代といいますか、高校が高蔵館高校で、この米沢でお過ごしになったってお聞きしたんですが。そうです。高蔵館に通ってまして、ちょうど昭和、7年から昭和12年卒業ですから、そんな時代に高蔵館に、毎日昼は夏分は自転車で、それから川西町から自転車で、はい、そうです。それから冬分はね、下宿しておりましたけども。そうですか、はい。川西から自転車で通ってらしたということなんですけど、先生は高蔵館のご出身ということで、この間の高蔵館が新しくなりました時に、古門ホールの方に壁画もお描きになられたわけですね。そうなんです。ちょうどね、私たち の大先輩の浜田博介先生がね、高架を作られましたんですけども、その高架からテーマを取りまして、大天の東っていう主題で絵をまとめてみたんです。そうでしたか。とっても空が迫力がありましてね、大きい線もありますけれども、すごく迫力のある空ですよね。大きさから言いましてね、普通の具象の絵ではちょっと難しいもんで、どういうテーマはともかくとして、まとめ方はどうしようかという苦労しまして、結局抽象みたいな仕事で、大空いっぱい宇宙みたいな空間を描きたかったんですけどね、やっぱり大天の東っていうテーマがあるもんですから、具体的な東連邦を取り入れて絵をまとめてみたんです。はい、その効果をお書きになった浜田博介先生とお近しかったとお聞きしたんですが。はい、先生にはね、ずいぶんお世話になりまして、上長以来随分苦労時代もございまして、その頃博介先生に非常に温かい手を差し伸べていただきまして、私の一生において博介先生の影響というのは非常に大きかったと思います。そうでしたか。そんないきさつも終わりになったわけで、今度博介記念館の方にも先生の絵が飾られてますね。はい、生前ね、先生にも大変お世話になりながら、そのご恩に報いることもできなかったもんですから、何かお手伝いできることと思って、博介記念館にはいろんな点 で私のできる範囲でお手伝いさせていただいたわけなんです。はい、先生は工場館を出られて、今度は東京の上野の美術学校、今の芸大ですね、はいはい、あちらの方に進まれたわけですね。はい、先生は皆さんがおっしゃるような独特な黒沢画風を確立するわけなんですけれども、それにあたって何か特別なきっかけというか、出会いとか何かございましたか？そうですね、今から振り返ってみますとね、昭和13年美工に入った翌年でしたか、美工の研修旅行みたいなのがございまして、その折に見た奈良京都を旅行したんですけども、法隆寺金堂壁画のね、
感動っていうのは今もって忘れられませんので、それでところが残念なことに法隆寺金堂壁画は焼失しまして、今は跡形もなくないような形になったんですけども、やはりあの感動をもう一度ということで、その原点と言われるインドデカン高原にある、エローラ・アジャンタの、ね、洞窟壁画を訪ねてみたんです。それでその後それを中心にインド仏像にゆかりのある仏跡をくまなく訪ね歩きまして、約6ヶ月間ほどインドで取材旅行してまいりました。はい、そんな6ヶ月間も取材旅行をなさって、それでいわゆる仏像の絵をお描きになられたわけなんですね。はい、先生今日はそのホールの方に、はい、その時の飛天を元にした絵がございますので、はい、そちらの方を見せていただきながらまた絵のお話し続けたいと思います。そうですね、それじゃあ飛天の絵を見ていただきます。先生、これが飛天の絵ですね。素晴らしいですね。これはインドのシバ神とそれからパールバーティ、はい、女神ですか。はい、テーマはね、飛天ということで、シバ神とパールバーティが、無限の宇宙を飛んでおるというような、よくインドの、宗教画には出てくるテーマなんです。そうですね、ただ日本ではちょっと馴染みのないテーマなもんですから、見られた方はちょっとねキーな感じがするかもしれませんけども、インドではよくある主題なんです。ただシバ神っていうのはこれは絵の主題というよりも一種のインド哲学を表現しているようなところがございまして、シバ神は要するに無限の空間を天空を支配する神であって、それに協力しているのがパールバーティという要するに壇上像ではございますけれども一つのインド哲学なんですね。そうですか。ただ表現表現するのについて苦労しましたのは単なるこう絵というよりもインドのエローラ・アジャンタ の洞窟壁画、それは岩石に塗の子のようなものを塗りましてね、その上に描いたようなものですから、その感じをなるべく出したいと思いましてね、日本画の5分をだいぶ塗り込めてあるんです。その上にデッサン絵を仕上げていたわけです。そうですか。だからまあ、出てるかどうか ね、それは分かりませんけど、このそばに来てみますとね、はい、絵というよりも何て言いましょうか、壁と言いますか、はい、なんかね、そういうものを出したかったわけなんです。例えば工場館のね壁画ご覧になりましたかどうか、あれはねこれとは非常に表現の仕方が違っておりまして、それはやっぱり無限の空間を描いてはいますけども、あの空間とこの空間とは非常に違うわけなんです。本質的にこういう説明していい どんなふうに説明していいのか分かりませんけども、あそこの工場館にある空間というのはあくまでも西洋画の伝統に乗ったねルドンのような空間なんです。ところがこちらのね空間は無限は無限でもね、もっと東洋画の原点みたいなね空間なもんですから、要するに、まあ、真空みたいな空間なんですね。だからここの飛んではいますけどもね、それに西洋画のような羽を持って飛んでる人間っていうんじゃなくて、なんて言いますかね、無の世界って言いますかね、ちょっとそれは言葉で言いにくいんですけどもね、だからここの中には飛んでいながら風もなければね、髪もそよいでいませんしね、そういった空間なんです。
まあそれ出てるかどうかそれは分かりませんけども。先生、それとまあちょっと失礼な質問かもしれないですけれども、先生はこの線っていうんですか、線にとってもあの特徴がある絵だと思うんですけれども、はい、そうですね、色彩とね線でもって表現したかったんです。だから本当はね、本来から言うとね、これを突き詰めていくと色彩と線だけになっちゃうと思うんですけどね。だからでもまあ、表現されているものが人物ですから、こんな形になっておりますけども。先生はインドの旅行からお帰りになって、その後10年ぐらいお描きになってましたけれども、今回久しぶりにこのインドの仏像の絵をお描きになったんですよね。はい、この度ね、正規工業の堤社長さんから非常に貴重なご助言をいただきましてね、再び、インド仏像入制作といいますか、それに取り組まさせていただきまして、非常にまた、この中間のブランク15、16年ございましたけどもね、その時間を非常に勉強させていただいた形になりましたので、また改めてインド仏像に取り組んでみたいと思っております。そうでしたか、はい、先生、じゃあますますご健康でいられて、素晴らしい作品また私たちに見せていただきたいと思います、はい、どうも今日は本当にありがとうございました。